ね、このね、旅説のリュックを背負うのがね、番組を見てて夢だったんですけどね。これを背負えて、僕は夢が叶ったんですけど、こんなにも重いとは思わなかったんですよね。だからね、ちょっとね、初日ね、こう背負った時にね、あれちょっとこれやばいんじゃないかなって思って。まあでもね、歴代の方たちに負けないように、しっかりね、カバンを背負って旅したいと思うんですけど。